捕らえたいや。食べなさい。食べよう。ね、来ますね。ケージの中で強い子結構いますね。こういう風にね。今日はですね、たくみくんと散歩に来ております。たくみくん、いい子になりましたよ。かなり、かなりいい子。クレートの中のね、吠えるのも日に日に良くなってるから、ちょっと大げさですね。徐々にですが、近寄ってもね、吠えなくなってきて、あとはね、全然問題なく過ごしております。ただね、犬に萎縮します。かなりフェンス越しでね、いてる時はさほど大丈夫っていうか、反応しない、普通に覗き込んでる子で、ちょっと吠えちゃうかな、吠えられたら吠えちゃうっていう感じかな。でも、一緒のフィールドにね、わさびと入れたんですよ。ほんで動画を撮ってたんですが、萎縮しちゃってね、YouTube に上げちゃうとなんか虐待のような感じ。なんかね、住みに行ってね、わさびがスーッと行くんですけど、もうね、逃げたがって穴掘っちゃってね、これはちょっとね、ダメだな、かわいそうだなと思ってね、ちょっとね、経験不足がひどすぎますね。まだ向かっていく子ならね、向かって行ったり吠えたりする子なら結構ね、いろいろ対処しようはあるんですが、もうね、萎縮してちっちゃなってね、ほんで最後にはフェンスのね、角をね、穴掘り出してね、向こうへ行こうと思ってね、やっててね、ちょっとこれは動画にならないなと思ってやめました。はい、これからね、2回ぐらい一緒にわさびにとか一緒に入れたんですけど、わさびとね、全然ダメで、もうこれは1頭じゃないと逆にストレス起こすかなと思ってね、ちょっとやめました。はい、それ以外に気になるとこってないんですが、徐々にね、過ごしてる間にいろんな出来事があって、僕なりに解釈してるのは、すごい萎縮する子で怖がり、それによって噛んできてるっていう感じですね。それで、まあうちでね、ゆっくりしてもらって、徐々にそれはなくなってきてるんですが、性格的な問題もあって、なかなかね、前に進まないっていうか、性格は変えれないんでね、こういう子だと思って、接してやらなダメかなと思いますね。徐々にね、なんていうんですか、自信が出てくると思うんですが、まだそこまで行ってないっていう感じですね。はい、はい、どうぞ。つけな、つけなよ、レンズつけたらね、この GoPro Max のレンズ出てるんですよ。で、ちょんって鼻に、レンズに鼻ついちゃうとね、この鼻の油がなかなか取れずに、一旦クリーナー線かけてね、あれ、拭かないとダメなんですよね。だから鼻つけられるのが嫌やけど、ちょっとアップしようかって感じで、はい、どこまで喋ってたかな。そういう感じ、萎縮する子、怖がり、すごいそれを感じますね。それで訓練所を、もともとの飼い主さんにちょっとね、いろいろ聞いてたんですが、訓練所に半年ほど預けたんかな。でそこの訓練さんっていうのがちょっとヒステリックな人だったっていう感じでね、伝えていただいてるんですが、ヒステリックな子、あの人がね、こういう子に携わってしまうとね、やはり良くならない。ヒステリー、だいたいね、犬扱う方、ヒステリーな方ってね、結構犬うまく扱えてない。やっぱりドーンと構えてやらないと、犬ってやはり上下関係で生きてる犬で、動物じゃないですか。だから、ドーンと構えてくれる
方がリーダーにならないとやはり、犬って乱れちゃうっていうかね、なってしまいます。安定しない、うん、でもともとそういうどういうことで預けたかっていうとやっぱり噛むいうことでね、不安定な子、がもともと性格と環境やったかもわからないですが、もともとの性格がそういう性格の子で生まれてきてるんで、そのとこで怖いから威嚇っていうことをね、威嚇と主張ですよねっていうことをしてきてるんですから、それに対してうーとかワンワンワンって吠えた時にヒステリーを起こしてね、対処してしまうと、もう一つ輪かけた状態になってね、犬興奮させてしまって、また攻撃的になる、威嚇し始める、ほんで犬がどんどん不安定になっていくっていうことが、どんどん悪循環を起こしていって帰ってきて余計噛むようになったっていう感じですよね。ですからね、犬扱われる方っていうのはね、やはり日常生活はどうでもいいっていうかね、なんですが、犬と接するとき、犬が近くにいてるときはやっぱりドンと構えてやらないと、全ての犬うまくいかないですよ。噛むだけじゃなしに吠えるっていうのも結局よくあるのが、家族間で誰かヒステリーな方、ヒステリーチックな方、ちょっとヒステリー気味な方がいてて、その方がもううるさいとか言うから余計神経高ぶらして、それが日常生活ずっと続いて、それで吠えちゃう、常に吠えちゃう、不安になってね、その何て言うんですか、ヒステリックな環境の中で生きてるから自分が不安になってくるんですよ。それで、自分もやはりヒステリックになっていくんですよね。それで、吠えちゃう、威嚇する、警戒心が高まる、ストレスを起こしてるんですよね、飼い主さんでね。そういうのも結構あります。で、噛む子に対してもありましたね。ヒステリックな方が家族にいてて、それですっごいすごいなんていう警戒心と興奮が常に続いてた子、そういう子いましたね。だから結局は犬っていうのは飼い主さんの、言うたりしますね、飼い主さんのその性格、接し方で本当左右されてしまう動物だっていうことですよね。でやはり室内飼いが増えてきたじゃないですか。で外飼いだったら結局飼い主さんと一緒にいる時間が短い、でも室内ってなると常に一緒にいるわけじゃないですか。そしたらやはり飼い主さんの影響ってすごい出るんですよね。猫可愛がりされたらまた猫可愛がりして、結局いい方向に行かなかったりね、それでいい風に落ち着く場合が結構あるんですけど、またそれも個体差があって、猫可愛がりするから結局犬が上に立ってしまってね、いい影響与えないっていうかね、それとかあとヒステリックな方はやはり警戒心上げてしまう犬の、それとかあとまあ言えば揉め事が多いご家庭、お子さんと親とかね、夫婦間とかね、兄弟とかね、それでやはり揉め事が多いって言ったらそのね空気があるんですよ。その空気で結局犬が警戒心上げてまうんですよね。で本能が出ちゃうっていうパターンも結構あるんですよ。だからよくね、家庭円満になりたいから犬を飼うっていう方結構いてはって、それで犬を通じて仲良くなりたいっていうかね、もっと家族になりたいっていうかね、散歩も一緒に行ってっていう夢を見るんですよね。でもそれってね、結局犬と接してる時に仲良しじゃなければいけないんですよ。子供も一緒でしょ。子供もやはり夫婦間仲悪かったら結局その場にいてたくなくなるじゃないですか。それでどん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 ね、
あの家が嫌いになってっていうパターンがあるじゃないですか。それと同じで、やはり犬っていうのも結局夫婦間、それとは兄弟間、親子間がうまくいってない、物事が多い、その中で育ててしまうと、やはり警戒心が高くなる、そうかストレスが、溜まってね、吠えるようになったり、その落ち着きがない子になったり、破壊行動ですよね、したりとか、そういう原因にもなっちゃいますね。 100% そうじゃないですよ。でもその可能性結構あるんですよね。だからやはり家族円満ですよね、の中で飼われてる犬っていうのは穏やか、まあそれだけじゃないですけどね、やはり環境とか、まあまあその子の個体自身もあります。はい、だから一概には言えないんですが、そういうふうに今まで接してきた犬っていうのはそういうふうなんですよね。ご家族とか見てみると、やはり何か問題があったり、接し方に何か問題があったり、それが多いですね。だから僕の考え方っていうのは、犬自身イラウっていうのはもうストレス抜くこと、信頼関係結んでストレス抜いてやって、主従関係つけてやるっていうことぐらいなんですよ。あとダメ行為は結局修正していきますよ。これやったらダメ、あれやったらダメ、フードアグレッシブなんかそうですけど、やはりいろいろと教えてやらないとわからないっていう部分があります。散歩ミスもそうですね、教えてやらないわからない、そういうのはあるんですけど、ただ犬の問題行動の根元っていうのはやはりストレス、それとやはりまあストレスになるんですよね、環境、接し方ね、寝不足、そういうのから出てくる、ストレスですよね。それでいろんな問題が出るっていうのをこうに考えております。だから犬っていうのはもうリハビリでいいんですよ。ただ人間っていうのは飼い主さん側ですよね、っていうのはこうしなきゃいけないですよ、こうですよ、ああですよって教えていってやっていただくっていうトレーニングがいるわけなんですよね。だから世間でドッグトレーナーさんやってることは僕やってないんですよ。犬は自由にしときなさい、それとできるだけストレスのないようによく寝かせる、それと運動量ということをね、いろいろやっております。はい、ここですね、ここ今日はねお休みなんですよね、サバーファーム。でもまだ営業しておられますね。僕もこれねちょっと考えもんで、個人的にはやってほしくないなと思ってるんですよね。もうね自粛されてるから日中ってそんなに人いないんですけど、でもねやはり人って結構来てますね、奥さん連れね。でマスクされてる方もおれば、マスクしてない方もいてる、って感じでね。国の施設というか市の施設なんで、もうちょっとね考えてほしいなと思いますね。ね、やはり職員さんはね、こういうのって花とか果物とかそういう農作物とか扱ってるんで、職員さんはいろいろやることあるんであれなんですが、一般の方っていうのはね、もうちょっとの間自粛っていう形で、閉館した方がいいんじゃないかなって僕は思いますね。民間ならね維持が大変なんでね、こんだけのね施設っていうのは。でもちょっとね考えもんですね。僕はねそんなにね言う権利っていうのはないんですが、感じますね。今国の設備施設っていうのはやはりちょっと止めた方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、いつもいつもご視聴ありがとうございます。タトクゴ、はい、つけんといて、はい、ありがとうございます。それでは失礼します。はい、タクミ君、はい